こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を制すまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの四武蔵です。さてね、はい、この番付もこのお待ちをお越しいただきまして、ね、ありがとうございます。5月末の分に張り替えましたけどもね、はい、5月2日に横綱審議委員会によります稽古総見がありました、はい。それでね、Facebook の知人の方がね、うん、この稽古総見を見に行くのに、うん、朝の5時から今並んでますっていう写真をね、いい席も撮りたいでしょうね。なるほどね。うん、照ノ富士はこう準備運動とかはしてたけども、結局あ、来てるのは来てたよね、土俵には上がらなかった、うん、はい。それから朝乃山は怪我したんで、うん、欠席だったっていうニュースで見たんですけどもね、うん、ああそうなんですか。うん、それでね、この、うん、稽古総見の時のルールみたいなんてどうなってるんですかね。ルールっていうと、一人衆の、どういう順番にね、上がるのかとか。もちろん稽古ですから呼び上げとかないですよね。呼び出して上がるんじゃなくて、うん、アナウンスをするんですよ。申し合い稽古で、うん、勝った方が残って、うん、よし、よってこうやってこうやって、うん、こっちが勝って、例えば翔猿が選ばれたら変わって翔猿とか言ってどんどんこうアナウンスするんですよ。そのうっていうやつなんですけどね、うん、申し合い稽古の時に各関取が勝ってくれって駆け寄ってくる写真が出てたんですけども、うん、私から見たら誰選んでいいんかよく分からないなと思いますね。もう全然その時の流れ。うん、だからね、先輩力士が芸出してんのにそれを無視してこっちしたりしたら後で恨まれるんじゃないかなとかね。いやいや、それはない。誰々を選ばなくちゃとかいうルールはもうな、うん、もう序二段三段目幕下の稽古からそれをしてきてるから、うん、やっぱり部屋での稽古でも、例えば松武蔵さんが勝って、うん、次こう来たら、うん、じゃあ誰っていうのはその時の雰囲気でパッと選ぶっていうことですか。なのでこう稽古を絶対こうしようっていう力士とかは、うん、もう勝負が決まるか決まらないかの時にバーッとかいくよね。だからどうしてもこうバッて買うし、上の方の関取になると自分がやりたい力士を読んで、うん、示するんやけど、うん、我々3段目とか申し合いの時は、うん、わーって来た力士を選ばないで、うん、他の力士とか選ぶと、うん、前に来てるのを選んでやらんかとか、うん、って親方が言うね。まあ、非常に競争率高いような気はしますけどもね、うん、だから稽古だよね、うん、でもそれが稽古総見でもやっぱり同じような考え方なんですね。まあ関取衆同士の稽古だから、はい、そんなにこう飛びついてまで行くはいかないけど、その意気込みだよね。そこで稽古をしようっていう、ね、うん、それで、ね、報道によりますと大関は順番に出てきたりして、そうね、霧島が大の里を指名したっていうことがありました。で、大の里が霧島に勝って、うん、今度は豊昇龍を指名して、うん、大の里は、はい、ほんで豊昇龍にも勝ったけども、うん、豊昇龍がもう一番、うん、そう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 、そういうこともあるわけですね。あるある。これはもう大関は特に下の者を選んだりして負けたりしたら、うん、もうちょもちょっとこうやってもうちょ行くって、うん、それでまあその後もは豊昇龍が大の里に連勝した。大の里大関戦3勝3敗だったっていう、あ、そうなんだ、ニュースとして出てたんで、まあ、大の里もねこうちょんまげ言ってました。言ってましたね、はい、だからまあちょっとね不祥事もあったんですけども、うん、まあ、気持ち切り替えてかなり気合は入ってるんで、期待できそうですね。まあね、総見の稽古にしろ、部屋で出稽古に来た関取衆同士の稽古にしろ、うん、よく言われるのは、うん、稽古場の一番と本場所の一番は違う、うん、これは上の者にしてもそうやし、うん、下の者もそう、うん、下の者が大関に5連勝しても、うん、本場所ではやっぱり大関が強い、うん、やっぱり、まあ、大関もいろいろ調整しながら、そうそうそう、相手の研究のためにっていう、うん、試してる部分もあるっていうことですね。その逆もあるんだよね、うん、大関が5連勝してても、うん、本場所では下の者が勝っちゃうというね、うんうん、そうです。本場所の一番と稽古場の一番は違うけども、うん、やっぱり稽古場でそんな気しとかないと勝てない。前私が言ったように、うん、しても勝てないことがあっても、うん、しなくて勝てることはないという、うん、ね、なるほどね、うん、それはもう名言だなと思いますね、うん、それでね、やはり照ノ富士はちょっと具合が悪いのか休場になる可能性も出てきたような気がするんですけどね、うん、これ愛知県の男性からコメントいただいてるんですけども、照ノ富士は
大事をとって休むんではないでしょうか、うん、むしろ休んでほしいと私は思います。なぜというのは、うん、照ノ富士は名古屋で武将したことがないので、うん、ぜひ名古屋で再起して名古屋で武将してほしいなという気持ちがあります、うん、あ、まあ年に一度の地方場所のファンにとったら、優勝をここの地でしてもらいたいという。7月場所に優勝した時は東京開催だった時なんでね。あ、7月にはしてるんや、でもあの、まあ、コロナ禍の中で名古屋には行ってないんか、なんでね、あ、まあ、そういう考えもあって、で横綱ですからね、まあ、無理せずに万全でっていう、うん、そういう気持ちもあるんですけどもね。でもこの方ね、あと霧島がいいんじゃないかと思うと、うん、まあ、先場所非常に不甲斐ない結果に終わったんで、うん、まあ、食生活も稽古も見直して、うん、強くなってるんじゃないだろうかっていうことなんですけどもね、まあ、実力はすごいある、うん、もうあそこで入賞できるぐらいの力は十分持てる力士だけど、うん、このコメントくれた方が言うようにちょっと入れ替えてくるだろうね、うん、まあこの間までは陸奥親方のもとで、陸奥親方最後の場所で優勝かつ横綱をっていうことが、それどころかちょっとね不甲斐ない成績になってる。これはもうこの間も言ったようにこう歯車が狂ったという、部屋も変わって新しい鶴竜の音羽山部屋に移ったんでね、はい、まあこれももう心機一転ですよ。そうです、ね、あのもう何でも何もかもいいふうに考えないと先場所を引きずったらもう嫌な気になって、うん、もう全部が心機一転で、先場所は私は最初に優勝予想もしたぐらいなんで、でもそれにしてもね、あの関取たちも大変ですね。この前まで巡業に行ってて、うん、帰ってきたと思ったらまたこのね稽古総見とかがあって、また本場所が始まってということで、かなりハードスケジュールですね。そうだね、テレビの前でこうやって見てるだけだったら90日間しかやってないような気がするけどまあ巡業で稽古して、うん、また不安サービスして帰ってきたら本場所に向けて番付発表後はもう場所に向けての調整稽古をしながら、うん、場所中の15日間が一番しんどいんだけどね、はい、うん、まあ、でもねこう怪我をしてる力士も何人かいますけど、うん、なんとかね間に合うように調整していい場所を迎えてほしいなと思いますね。そうですね、だんだん暖かくもなってきてるから、うん、調整もだんだんしやすくはなってくるんですよ。そうです、ね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。